さんこんにちは、あいみです。あいみのパーフェクトウーマン始まりました。この番組はあいみが素敵な女性、いい女になることを目指して、今の自分に足りないこと、そしていい女になるために必要なことを身につけていきます。前回のトレーニングで強くなりました。いやあんなに1回で効果が出るとは思いませんでしたね、本当に。どうですか？今回もリバーサルジム東京スタンドアウトさんに来ております。さあ、前回同様、今回も、私に厳しくレッスンをつけてくださる先生が来ております。ネクストレベル渋谷ジム所属、初代ムエタイオープン女子フライ級王者、小林真蔵選手です。よろしくお願いします。お願いします。いやー、本当前回はありがとうございました。いや、ありがとうございました。いや、本当にね、前回はウォーミングアップだったっていう衝撃の事実がね、エンディングに発覚したんですけれども、今回はもう、そうですね、今回は本番ガンガン、もう前回とは全然違った感じに。そうです、はい。なるほど。じゃあ、より一段とこういい女レベルを上げていきたいと思います。シュッ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 、おっおっいい女は強い女2始まりました。先生、はい、すごい強そうですこれはもうこれですね。これはこれです。やっちゃうんですね、ついに。実践的に、はい、キックボクシングをやっていきたいと思います。はい、はい、足を肩幅に開いていきましょう。右利きです。右利きです。はい、では右足を一歩半後ろに下げていきますね。で、この時に足の幅がこういう風に揃ってしまうと、うん、こういう風に揃っちゃうと、あのバランス、一歩の綱渡ったような感じでバランス悪くなっちゃうので、なるべく足の肩幅で開けます。そうです、はい、いいです。で、おへそは斜めの方に向けて、顔は正面です。うい腰は、目線の高さに上げていきます。はい、で、腕の、失礼します。そうです、こういう感じです。これが基本の構えに。結構歪んでますね、私今。そうですね、ちょっと体が弱い。ちょっと歪んでますよね。直していきます。骨痛いです。はい、狙ってるような感じです。いいですね。で、今度は、今日はワンツーっていう動きをやっていきます。構えた状態からワンツー、構えに戻る。ワンツー、構えに戻るをこれやっていきます。ワンツー、そうです、一番基本の打ち方になります。はい、ワンツー、そう、おーぽいワンツー、そう。じゃあ、それを、早くパンパン、シュッシュッ、構えに戻る、シュッシュッ、これを5本やってみましょう、はい、このリズムで、いきます。はい、1、あっと、すいません1、2、1、2、OK、いきます。1、ワン、ツー、そう。はい、2、ワン、ツー、うまい。はい、3、ワン、ツー、はい、4、ワン、ツー、構えて、はい、5、ワン、ツー、OK。 おー、かっこいい。あー、やったー。ミトチは、構えてもらって、ワン、ワン、ワン、ツー、ツー、そうです、すいません、ワン、ツー、すごい、ワン、ワン、ツー、そうそう、そうです。へー、はい、ワン、そうそうそうですっていうのを今ので、パン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 で打ってみる。パンパン、はい、ワンツー、そう、もう一回、ワンツー、そう、もう一回、ワンツー、そう、もっと力入れて、パンパン、そう、はい、パンパン、ラスト、オッケー、いいですね。手首折れそう。ボクシングはパンチとプラスで蹴りがあります、うん、で、自分のすねで相手のお腹を横に切るようにバーン攻撃していく技になります。1で踏み込んで、2でバーンって打つ動作。かっこいい。で、これ当たると実際に内臓を攻撃していくので、うん、殺傷能力が高い技になります。わかりました。はい、で、構えた状態、まず1歩目踏み込む場所、斜め横、
斜め前に踏み込んでいきます。じゃあ1で踏み込みます。1、そうです。そしたら、コンパスになってください。自分が、はい、左足で針を刺して右足で円を描くような感じで、かかとをそうそうそうぐさっさって感じで、さっさじゃあ構えていただきます。でこう構えてるので、ここのちょうど真ん中に自分のすねが当たるように打ってもらいます。今シャドウで1回転したんですけど、はい、実際相手だったりとかミット物に当たった場合は、打ったら戻るっていう動作になるので、打ったら戻る、打ったら構えに戻る、風圧がすごい1、2、あーいい音が入りました。はい、1、2、あーそうそうすごいすごいいきます。せーの、1、2、わあ、はい、せーの、1、2、そうです、わあ、ラスト1、2、わあ、 OK です。うまい、すごいジャブって言ったらジャブ、ジャブ、ストレート、ストレート、ミドル、ミドル、そうです、これを言っていきます。ワン、ツー、ジャブ、ストレート、ミドル、そうです。オッケー、まあでも、まあ出されたところを打つように。あ、わかりました。オッケー、ジャブ、ジャブ、ストレート、ワン、ツー、おお、ワン、ツー、前、はい、はい、お、もっと振り切りましょう。あ、構えて、構え、あ、こっちか、側に踏み込む、そうです、はい、1、2、おお、もう一回、1、2、そうで、向こうまで振り切る感じで、痛い、はい、ワン、ツー、ワン、ツー、はい、ワン、ツー、ワン、ツー、ワン、ツー、あー、はい、ストレート、はい、ストレート、ガードがないともらってしまう。何これ、何これ、あー、そうだ、そうです、これガードです、得意なガードです、はい、そう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 、はい、ミドル、はい、はい、ラスト、うわー、オッケー、あー、ガードしなきゃ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,9,10、あっ、みたいな、みたいな、やっけー、はい、いやー、はい、もう一回振り切って、もっと強く、うわー、うわー、一発入りましたねよし、じゃあちょっと休憩いいですか休憩がてらお話伺ってもいいですか。お疲れ様でしたいやー、すごいですね。毎日トレーニングなさってるんですか。そうですね、ほぼ毎日トレーニングはしています。すごい、さすがですね。そんな中こう試合もずっと出て。そうですね、私は今あのネクストレベル渋谷ジムっていう、あの、うん、所属しているジムで、あの社員として働かせていただいていて、うん、あのそのトレーナーのお仕事しながら練習もさせていただいていて、ああの他のキックの選手は他で仕事をして、あの選手として練習をしているので、うん、私はすごい恵まれた環境でやらせていただいてます。はい、あのキックボクシングを始めたきっかけって何だったんですか。とキックを始めたきっかけは、あのボクササイズをハマっていて、うんうん、でそれでなんかもっとかっこよくやりたいなと思って、うんうん、でジムを探してたら、あのネクストレベル渋谷ジムがあり、今日やったミット打ちを やらせてもらって、何これ超楽しいって思ったんですけど、でもそれでもちょっとまだやろうか悩んでいて、うん、そしたらなんかその今師匠である牧雄三さんや、あのグレイシャ選手から、あの私ふくらはぎの筋肉がちょっと他の人より発達してるんですけど、うん、
ふくらはぎを初めて褒められて、うんうんうん、何これこのふくらはぎが活かせるんだと思ったらなんかやりたくなっちゃって、そうなんだ。こう発見してもらったんですね。そうなんです。なんかもともとなんかムキムキってなのが好きじゃなくって、うん、なんか嫌だなって隠してたんですけど、うん、なんか自信持てるものが見つかったんでやるしかないと思って。すごいコンプレックスを武器に変えてそうです。素敵。いやそんななんか2月に大田区総合体育館での大会があると。はい、今はすごく注目されている大きい大会で、あのノックアウトっていう大きい大会があるんですが、そこで女子バックとしてあの試合をさせていただくことが決まっている。おー、はい、とてもありがたいです。いいですね。意気込みとかあります？はい、KO 勝ちを狙って、まあ、KO 勝ちで勝つの目標に頑張って。おー、ノックアウトだけに、はい、ノックアウトだけに素敵、頑張ってください。ありがとうございます。KO 勝ち応援してます。ありがとうございます。ちなみにこの番組の、コンセプトがこうあゆみがいい女を目指すっていう番組なんですけど、マラゾー選手が思ういい女ってどんな人だと思いますか？やっぱり何事にもチャレンジし続けてる、全力でチャレンジをし続けてるのがいい女かなって思います。おー素敵素敵な言葉いただいた。ちょっといい女ノートに書いておきます。いいですね。後半戦参りたいと思います。じゃあ仕上げを。はい、じゃあ仕上げやりましょう。はい、私があの、まあ、軸足をキンキンしながらミドルキックの連打をやってもらいます。はい、でこれはあの 1,2,1 しっかり足を引きながら蹴っていくような感じになります。はい、でその後これを今日は30本打ってもらいます。はい、でそれ終わったらすぐ構えてさっきパンチの連打、はい、10回やってたんですけど、はい、それをもう30本やっていきましょう。はい、はい、よっしゃ。でこれあのこの練習はあの私が最後にいつもサンドバッグとかに、まあ、と50本パンチはあの100本ぐらいなんかあの1パンマンで、まあ、やってる練習になります。あ、はい、ついに、はい、マラソン選手がやってるトレーニングメニューを私もやらせてもらえる時は来たんですね。そうですね、これやってるメニューなんで最後は頑張りましょう。はいはい、じゃあ行きましょう。はい、スタート。はい、1,2,3,4,5 ちょっと待って、バカくないですか？強くなる。言葉で言うのは簡単で、頭で描くのも簡単で、何よりも果てしなくて、何よりも近道で、弱虫な自分が邪魔をするけど、今日ちょっとだけ果てしなくない気がした。ということで2回にわたっていい女は強い女お届けしてきましたけれども、いやー、マラゾン選手お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、私どうでしたか？すんごいあの気持ちが強いなって思いましたね。なんかわーってやりながら最後にちゃんと最後まで体を動かし続けれるっていうのはやっぱあの一つの才能っていうか、あの強い気持ちっていうのはやっぱ持ってないとできないので、す
すごい向いてると思いました。向いてますか？じゃあこの道にいつか私も、もしかしたらいるかもしれません。ぜひ目覚めたら、目覚めたら連絡します。渋谷のジムにぜひ来てください。わー嬉しい、やったー。いや本当になんかこの収録を通して私もすごい一段と強くなった気がします、身も心も。そんなわけでお送りしてきましたけれども、いやもう本当に試合も近いのにありがとうございました。こちらこそありがとうございました。またよかったらトレーニングつけてください。あ、ぜひやりましょう。試合応援してます。はい、試合して頑張ります。頑張ってください。いい報告できるように頑張ります。さあということで、アイミのパーフェクトウーマン、次回はどんな映像が見られるのでしょうか。お楽しみに。バイバーイ。シュ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 、おめっちゃ歌ってる。